皆さんこんにちは、むちゃと申します。ディープインパクト後継のサクソンウォリアーがリーディングへということでですね、いや、ヨーロッパのメインのシーズンっていうのが終わりつつあるわけですけれども、いや、初年の3区となったね、このサクソンウォリアーの3区たちっていうのが、いや、やってくれましたね。まあちょっとね、日本での成績っていうのはあんまり印象ないかもしれないですけれども、やっぱりそのね、大本命となるヨーロッパではね、かなり頑張っているっていうところを今日はご紹介したいと思います。まあ当然ながらね、ディープの世界での活躍の中でも有力後継とされる本場はね、もうクラシックの活躍場で、しかもクールマ所属ですからね、トースも結構集めてボケも良くて、その3区のね走りっていうのは世界のホースマンが注目していたところであったと思うんですけれども、なんとまさかのですね、あの凱旋門賞も行われるフランスでの新勝馬リーディングほぼ確定でございます。いやー、これはね、なかなかめでたいことではないでしょうか。しかもね、その賞金っていうのも2位とね、2倍近い差っていうのをね、つけてダントツのトップですから。いやー、これは少なくともこのフランスで言うなら、かなりの産駆適性があると言っているのではないでしょうか。まあもちろんね、日本と比べて出走頭数とかっていうのは少ないんですけれども、まあでもね、16頭出走して7頭の勝ち上がり、勝ち馬率 44% で、ブラックタイプの勝ち馬率っていうのもね、12.5% っていうのは、決して低くはない率だと思います。でこれね、全体の2歳リーディングで言っても第2位ということでね、まああのタイズケロー雲仙馬のダークエンジェルにはねちょっと叶いませんでしたけれども、まあでもね、それこそナミール、他のねノーネイネバーとかウートンバセットとかね、そういった勝負屋よりも上位にいるっていうのは、まあかなり頑張ったと言っていいのではないでしょうか。まあどうやらですね、サクソンウォリアーっていうのはその重賞勝ちで言っても全体的にでも、そのヨーロッパの中でもフランス適性っていうのは高いみたいですね。うちはヨーロッパ全体での新勝馬リーディングで言うと、第3位ということでね、勝ち馬率 39% ブラックタイプの割合っていうのも、まあ、やっぱりフランスが一番高い傾向っていうのがあったと。まあ、とはいえね、ここの全体で言っても 39% っていうのは、もちろん悪いっていうわけではないと思うんですけれども、で、これを新勝馬だけではなくね、全体に広げてみると、サクソンリアは14位の2歳リーディング1ということになりますね。まあでもね、やっぱりここだけ見ても相当レベルの高い上位陣ということだったりね、何よりこれだけね、ヨーロッパやアメリカの系統がねたくさんいるのに対して、この位置にねディープインパクトの名前があるっていうのはね、いや、誇らしいことですよね。私有にとかよりも賞金自体は稼いでる率も高いっていうんですから、いや、決して低くはないっていうのはね感じるところでございますね。まあでですね、あんまりその代表馬とかっていうのがあまりね日本だと印象ないところかと思いますので、ちょっとね来年のクラシックにも登場できそうな馬たちっていうのを何とかねご紹介したいと思います。で、一応ネット競馬参上だと、そういう活躍馬っていうのは登録されてる馬っていうのもいるみたいですね。この英語馬名になってる馬たちがまさにその馬たちなんですけれども、一番現時点で稼いでる馬っていうのがこちらのビクトリアロードさんっていうことになるみたいですね。ハーチはインビンシンブルスピリットっていうことで、どちらかというとね、スピードを強化した配合のように思えますけれども、本馬がまさにそのフランスシャンティ競馬場のねコンデショーという G3 芝 1800m のレースで重賞勝ちを収めたということですね。まあまさにね、救済ジョッキーっていうのもイデン・オブライエンさんかけるライアン・ムーア騎手っていうことですから、まあサクソン・オリア3区の中でもかなり期待された一頭というところはあったんでしょうね。まあもしかしたらね、そういう代表馬の配合を見ておくと日本でも活かせるかもしれませんのでね、覚えておくといいのかなと思いますけれども、どちらかというとヨーロッパでもその短い距離っていうよりは長い方の方が得意な傾向っていうのはあるみたいで、まあそれを考えるとやっぱあくまで日本で走るっていうなら、まあさらにねスピードの強化っていうのは必要っていうことにはなりますよね。やっぱりアメリカのスピード配合とかっていうのが、まあ一番ベストではあるのかなっていうところで、まあその次にこういうね、短いインビンシブルスピリットとかの血がヨーロッパ血統だと欲しいかなというところでしょうね。で、この次に来るのがジャントレインって読むんでしょうかね。ちょっと踏み方間違ってたら申し訳ないんですけれども、ハーチはね、あのレインボークエスト、アスクビクターマーと同じ牝馬ということでね。で、本馬は勝ちこそないものの、G1 上位が何回かあるということでね、凱旋門賞デーでこのマルセンブサック賞っていうね芝1600
の G1 で2着ということでね。で、その後にもクリテリウムドサンクルーっていうね、あのボルトガイストとかも勝っている出世レースで、まあ、4着ということでね。まあ、牝馬でこれだけ今後 G1 でね、上位に来てるっていうのは、まあ、まさにその来年クラシックだったらね、いや上位に行けそうな気配っていうのはありますよね。で、ネット競馬さん中だとこれが最後になるルミエレロックさんで、本馬が唯一のフランス以外の重賞勝ち馬ということになって、シルクングライダーステークスっていうマイルのね G3 っていうのを勝利してるようですね。ハーチがねゴールドアウェイということで、本馬はね、あの話題はザレストノーウェアや何よりミッキークイーンのねハーチでもあるということで、まあそんなにねバリバリ活躍馬を輩出した父ってわけではないみたいなんですけれども、そのお母さんミュージカルウェイはまさに代表3区の一頭ということで、まあやっぱりディープ系とね相性いいっていうのはここでも証明された印象ですよね。で、まだねここには登録されてないんですけれども、ミエスク賞っていうね、こちらもまたフランスの牝馬重賞を勝った馬っていうのがおりまして、ブーンレイさんということでね、 JR エヴァンワールドさんではニュースになっておりましたね。まあやっぱりね、ハーチジャイアンツコーズウェイということで、ディープ×ストームキャットはねバリバリ日本とでもね相性を証明しているところですので、まあやっぱりね日本の競馬ファンからすると、まあ結局はこれがベストなのかなっていう結論にはまあ至りますよね。まあ結構なね名前の通り出世レースでもあるようでして、まあまさにここからね、去年っていうのはマングスティンっていう馬がここからクラシックフランスの千切りに挑戦して今年勝利を収めておりますので、いやーこれはね千切りをムーンレイさんが取って、そして先ほどのルメールロックさんやジェーントレインさんにねオークスを目指していただいてね、いやぜひともねディープ系の強さっていうのを世界で証明してほしいところでございますね。まあただね、その繁殖牝馬の質だけで言ったらやっぱり一番日本に質の高い馬っていうのは揃ってるっていうのはあるようで、やっぱホームカミングクイーンとかね、クラシックの勝ち馬で、で母系もこれだけ凄まじく優秀な馬っていうのは、やっぱいくらサクソンウォリアーとはいえどね、やっぱなかなか揃ってないところっていうのはありますので、まあぜひともね父の本場である日本でまさに代表3区となるね成績を上げてほしいなというところでございますね。まあただやっぱり先ほども言ったように、どちらかというとね結構そのガリレオの血も出てるっていうところあるのか、日本以上にこうヨーロッパのらしい商売になってきてるっていう状況はあるみたいなんでね、だからやっぱあくまで日本で言うとアメリカ系統の血がね入っていた方がまあ成功しやすいのかなっていう現状にはまああるようですよね。まあもちろんね、まだ初年度3区っていうこともありますし、オーストラリアでのシャトルした経験っていうのもありますから、そういったね、日本と近い場所での3区傾向とかもね、見ていくことできるでしょうし、まあまたノーザンファームさんなんかもね、本場をつけた繁殖を輸入したり、まあ逆に持っている繁殖を持っていくケースっていうのもね、まあなくはないのかなと思ったりもしてますので、まあこの新商売リーディングっていう結果もありますしね、まあ引き続き本場へのバックアップっていうのは、工夫を凝らしてやってくれるんじゃないかなと思います。まあこの後にはね、当然ながら最後の代表3区の一頭となってくれそうなオーギスト・ロダンさんもね、控えておりますし、まあヨーロッパそして世界へのね、ディープ知事の発展に向けてね、まあ、価値を高めていければね、いいなと。まあどうやらね、BC ジュベナイルターフでは最初に紹介したね、ビクトリア・ロードさんが出走するみたいですし、まあそこでね、結果を出したら、また日本でもね、ニュースになるでしょうから、まあまずはそこもね、注目していきたいと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。